まずもう生きたまんまのやつを足とふんどしに分けて作業してます。ふんどしと食べれる足、これの解体作業ですね。茹でるときですね、塩加減と、茹でる時間の微妙な塩梅で味が変わってきます。あ、動いてる。これ新鮮の証ですね。あ、はい、この付け根から切ってこちらのここをふっとって、これを召し上がってください。